フェリックス4世は、ローマ教皇、カトリック教会で聖人とされる。西ローマ帝国が滅び、ゲルマン人、オドアケルの勢力が衰えると、その地の支配者は、東ゴート族のテオドリックとなる。彼はアリウス派に属していたが、東ローマ帝国のユスティヌス一世がアリウス派の弾圧を始めると、ヨハネス一世を、 教皇位につけて、施設団と共に、東ローマ帝国に派遣する。しかし、ヨハネス一世は高齢であり、和睦の役目を果たせず、ローマに帰り、テオドリックの怒りに触れて告示する。ヨハネス一世が死去すると、施設団の一員だった女妻のうち、テオドリックの意に介する者として、フェリックス四世として教皇に選ばれた。全教皇とは異なり、5年間の期間を応急で、 平穏に終える。ローマのフォロロマーノには神々及び歴代の皇帝を祀る建築物が築かれていたが中世を経るとそれらはキリスト教への礼拝堂や教会に転用されてゆく。その最初の宣伝をつけたのがフェリクス4世とされている。彼が転用した建物は生徒神殿と隣り合うロムルスを祀る病であり、コスマス及びダミアノスという二人の殉教者への教会堂へと 作り変えた。現在、フェリックス4世の姿は、同教会のモザイク画に残されている。ありがとうございます。